What's up, everyone? This is Tora, Tora Senpai Club is starting now! Today, right now, I think is June 20th, right? I mean, right now, when I'm recording this, it's in April, but June 20th is when I debuted as a YouTuber! So it's actually a pretty, anniversary happy episode today! And today, for such an interesting and happy episode, I brought this special guest. Let's invite him. Okay, everyone, are you ready? Okay, それでは呼びたいと思います。今日のゲストはこの方、浜健人さんでーす。こんにちは。Thank you. はい、こんにちは。どうもこんにちは、浜健人です。よろしくお願いします。どうぞお座りください。ありがとうございます。はじめまして。すごい英語喋るんですね。あ、そう。結構頭いいからさ。結構できんのよ、俺。あのこの番組ちょっとこうラフにやりたいなというのがあって、ハマちゃんって呼んでもいいでしょうか。いいけどさ、喋り方が若手芸人みたいな。まあ何がいい、ハマちゃんとケンちゃんだったらどっちがいい。ハマちゃんにしようか。じゃあハマちゃん、じゃあハマちゃん、俺のことはソラでも何でも呼んでください。ユアソラさんですっけ。はい、ソラです。あのソラ、ユアソラさん、ユアソラさん違います、アイムソラです。ボケだったのね。ということでね、ハマちゃん、はい、実はこの番組、はいはいはい、ここでこのおそらくハマちゃんの回が放送されているところが、ええ、なんと番組の1周年の前日なんです。え、すごいじゃないですか。いいんですか。すげえ、おめでとう。俺、いや、マジでおめでとう。ありがとうございます。アイムソラです。ということで、まあ、この番組は俺のようなバーチャルな、まあ、人間というか、ものというかがですね、あの MC をやっていて、まあ、世界に発信している番組なのだが、このお仕事というか依頼を受けた時どう思いました？依頼？なんかそう、純太さんがこの番組に出演されたっていうのは知ってたから、うんうん、あ、声がかかったんだって思って、すごいちょっと嬉しかったですね。なるほど。ただ純太さん のつぶやきを見る限り、うん、VTuber とおしゃべりって言われても本当にわけがわからなかったので、そうね、なんかちょっとワクワクしました。どんな感じなのかなっていう。よかった、得体の知れない番組に呼ばれたって思われなくてよかったわ。得体の知れないとは思ってないけど、なんだこれはとは思いましたね。そうだよね、分かんないよね。大体分かんないよね、こういうなんか VTuber がなんかとやってるってないから。ということで、第1部はいつもこちらの企画を用意しております。名付けて先輩研究。お、先輩研究、はい。で、まあ、これから10個の質問をハマちゃんにしていくから、うん、はいはいはい、それにハマちゃんはパッパッパッと答えてください。オッケー。で、その後に俺が気になったやつがもしあれば、うん、深掘りしに行きます。分かった。もしなければ、うん、第1部そちらで終了となります。取れたか残さなきゃ。はい。じゃあそれでは早速行ってみたいと思います。はい。1問目、小さい頃の夢は消防士。ほう。2問目、なんで今の仕事に就いたのか、きっかけは、コードギアスのおかげ。なるほど、俺も大好きあれ。3問目、初めてのお給料は何に使った。家賃。リアルだね。4問目、このお仕事を続けようと決めたのはどんな時。笑ってくれてる人がいたから。なるほど。5問目、お仕事をしてきた中で一番感動した瞬間は。木村良平さんの芝居を見た時。かっこいいよね。続いて、正直この仕事を辞めようと思ったことがあるか。ないな、うん、ない。なるほど。7問目、生まれ変われるなら何になりたい。ゴールデンレトリーバー。結構イメージじゃなくてそこに行くんだね。ゴールデンレトリーバー。なるほどね、ゴールデンレトリーバー。はい、わかりました。ちょっと分かったよ、聞いてあげるよ。それなんでなんだか聞いてほしいんだろうから、きっとさ。ね、次がね、ズバリこの仕事に一番必要なことは何でしょうか。メンタル。ほう。じゃあ9問目、今一番挑戦したいことは。舞台。ほう。じゃあ10問目、こちらは質問ではなくて、10年後の自分に一言どうぞ。常に若々しくあれ。なるほど。じゃあ10年後の浜ちゃんがこれを見た時にどうなってるか。多分今と変わってないと思います。いいですね、それは。そう信じます。なるほど、はい、そう信じます。はい、ということで10問ありがとうございました。ありがとうございました。気になるものが一切ございませんでしたので、はい、こちらで。ありがとうございました。おい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 。どないなっとんね。嘘よ、嘘嘘。1問目はね、はい、消防士さんになりたいと
全然今のお仕事と違うけれども、それはなんで消防士さんになりたかったんでしょうか。親父が消防士なんです。あ、そうなの。そうそうそう、その影響 でちゃんとマジで現場に出て働く消防士だったから、はいはい、そういうあの親父の背中見てかっこいいなって思ってたから、自分も消防士になりたいって思ってました。そうなんだ、はい、かっこいいねお父さんね。専門学校の時、尊敬する人はって先生に聞かれて、うん、お父さんですって言ったら本当にって言われた、うん、でも尊敬してるんだよね今もきっと、うん、いや今もずっとですよ。ずっとです。そうなんだ、はい、まあ親ってなかなか叶わないところがあるよね。いやそりゃもちろんですよ、はい、うん、そっかそっか。でもさ、まあ、消防士になりたいって言っていたところから、うん、まあ、今はさその演劇の方をやっている、まあ、役者として活躍していると思うんだけれども、うん、それどういう流れでそうなっていったの。きっかけがコードギアスみたいな話は さっきさせてもらったんだけど、うんうんうん、消防士になろうって決めて勉強頑張ってたんだけど、どうやら勉強の才能はないらしくって、僕ほうほうほう、どうやら、どうやら、まあ、英語もからっきしだしっていう、うん、本当に。なるほどね。でも唯一その5教科以外のところではどうやらちょっと才能があったらしくって、ほうほう、5教科以外のところ、だから例えば体育とか音楽とか、はいはい、うんうん、で、音楽の歌のテストの時に先生に、浜くんは歌を歌うのが上手いねって褒められて、うん、俺はバンドマンになろうと思ったんですよ。なるほどね先生のその一言でそう、うん、でそんな時に目指してる中だけど、でも当時バスケットボールの部活動をやってたから、バスケをやっていた、ずっと中高と6年間バスケットボールをやってて、あ、モテるやつだそれ。モテてきました死ぬほど。あ、本当かそれはそれはモテてきたんですけども、ね、うん、そう6年間やってきて、なかなかバンドする時間もなかったし、バンドのメンバーも集まらなかったから、どっかで諦めてたんですね、うん、多分歌手になるっていう夢は、うんうんうん、そんな時にコードギアスを見て、福山潤さん あのルルーシュのお芝居を聞いてすごい感動して、ルルーシュリブリタニアが命じる貴様たちは死ねえってやつね。死んできます。うわー、ちょっと待ってそれを聞いて、すごい感動して、あ、そういえば今の声優って、うん、芝居はもちろんだけども、うんうんうん、歌を歌わせていただく機会もあるなっていうことに気づけて、うん、あ、だったら声優になったら、こんなかっこいい、作品に関わることもできるだろうし、俺が好きだった、今も好きなんですけども、うん、歌も歌えるかもなって思って声優を目指し始めたんです。そうなんだ。それはあれ、ごめんなさい、それが何歳ぐらいの時、ね、高校2年だから17ぐらい。あ、そうなんだ。でもそこで、うん、大学とか行くのではなくて、専門学校に、専門学校の声優にと。どうでした専門学校は。楽しかったけど楽しまないようにしてたというか、うん、なんか、うん、それはなぜ。若い頃の苦労は買ってでもしろってよく言うじゃないですか。だから、ね、この場で楽しむのはいいことなんだけど、それは芝居を通してだったり、学ぶことを通して楽しもうとは思ってたけど、なるほどね、それ以外でだから、はいはいはい、友達となんか友情を育むみたいなことはほぼやらなかったっすね。でもまあ慣れたわけだよね声優に、はい、ありがたく、はい。一番最初のお仕事は何だったの。セガさんから出てる龍が如く維新っていう、うん、はいはい、ゲームがあるんですけども、そのゲームの舞台が、高知を舞台としてるシーンがあるんですね、はいはい、その中で僕はガヤをやらせていただいたっていうのが一番最初の仕事です。でアニメで言うんだと、うん、僕はヴァンガードっていう作品がデビュー作なんですけども、はいはい、うちの先輩の佐藤拓也さんが演じる海都市樹っていうキャラクターのライバル役である、はいはい、オリビエ・ガイアールっていう役にいきなり抜擢していただいて、うんうん、それで頑張らせていただきました、ね、そう。一番最初のアニメ収録はどうでした。今まで培ってきたものが何も出せなかったっすね。あ、そうなんだ。本当になんか緊張はするけど、今もしないですけどね、うんうん、今も全然緊張しないですけど、緊張したとしてもそれに耐えるだけのメンタルは持ってるつもりだったんですけども、うん、そのメンタルを超える緊張が来て本当に何もできませんでしたその時は。そう、まあ、そんなこんなで、まあ、お仕事を、ね、続けているわけだが、はい、続けようと決めたのはどんな時って言ったっけ。笑ってる人がいたとか。そうそうそう、誰かのなんだろうな、心の元気に慣れてる職業だっていう実感があると、うん、その俺がコードギアスを見た時みたいな気持ちに誰かがなってくださってるのかなって思ったら、うんうん、なんかすごいやる価値があるなこの仕事、ね、役者冥利に尽きるなって思って、うんうん、それはなんかこのタイミングでそれをなんかこう実感できたとかっていうのはある。いや、なんとかのキャラクターが本当にいいって言ってくれてるだけで、うん、あそこで感動してくれたんだって思うと、もうそれだけで十分ですよね。なるほどね。それこそこうアニメのキャラクターとかって世界中にたくさん好きな人がいるわけじゃない、うんうん、まあ、確かにそれの声が出るってすごいことだよね。いや本当に恵まれてますよね確率的にね、うん、すごい嬉しいことですよ。で感動した瞬間、木村良平さん、僕大先輩の芝居を
背中をじーっと見るのがすごい好きなんです。あ、なるほど。活劇刀剣乱舞っていう作品に参加させていただいた時に、はいはい、うん、良平さんの背中で出してくる、なんだろう、超えてみろよ感がすごいというか、なんか、うん、男らしいお芝居をされるんです、うん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 、なんかそれを見てすごい刺激を受けて感銘も受けて、うんうんうん、でいざ横に並び立ってお芝居をさせていただくと、うん、とんでもないすごい熱いパスをくれるんです。その、なんだろう、言葉のキャッチボールをしてくださるんです、うんうん、でいや負けたくないって思ってこっちもバーンって出したらそれを超える最高のパスをまた してくださって、なるほどね。そう、その経験がなんか僕の中でずっと感動としてあって、うん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 、なんか共演した後輩に全員に同じ思いをさせたいなっていうのはちょっとありますよね、正直。そうなんだ、あの先輩すげえなみたいな。それ聞いてるとスポーツみたいね。あ、確かにそれはあるかもしれないですね、うんうん、生まれ変わるなら何になりたいって。あ、何でしたっけ。ゴールデンレトリーバー。あ、そうだそうだ、忘れてたの。俺突っ込むって言ってたのなんでゴールデンレトリーバーだったの。ゴールデンレト、犬好きの人でゴールデンレトリーバー嫌いな人っていないじゃないですか。愛されたいなと思って。それ、あ、なるほどね。で、あのサイズが絶妙に、そのなんだ、大きいじゃないですか。大きいけど、だからあの、うん、家族のぬくもりをずっと感じてたいな。何、寂しいの浜ちゃん、どうした。あ、そう、そういう理由でゴールデンレトリーバーになりたかったと。俺、ゴールデンレトリーバーになりたい。ゴールデンレトリーバーかな、英語。ゴールデンレトリーバーになりたい。なりたい、わかった。じゃあそれのイラストを誰か描いてください。浜ちゃんがゴールデンレトリーバーになったやつ。ちなみに10年後の自分に一言で若くいてねって言ってたじゃない、うん、浜ちゃん垢抜けたよね。あの、あれでしょ、あの前の潜在写真見て。そう、これちょっと面白いエピソード言っていい。何、あの、あのほら、質問募集しますよっていうのでさ、はいはいはい、まあ、潜在写真くださいって言ってそれ使うんだけどさ、すごいタイミングで差し替わったんだよね、新しいやつに。あの変な方向見たらマネージャーを見てるんですけど笑ってる、うん、いや、そう、面白かったの、それが。でさ、うん、垢抜け具合やばっと思って、かっこよくなりましたね。あのね、うん、本当にいろいろあるのよ。あ、そうなの。いや、なんか、いや、なんかこう一番最初はさ、こう、うん、若々しい感じの、あれだってデビューして2年目だもん。あ、そう。でいきなりさ、パッと来たやつが、え、あ、同一人物じゃ、同一人物だけど、うん、めっちゃかっこよくなってると思って、うん、潜在写真もちゃんと更新していけるといいっすね。そうですね、ね、本当に。なるべくああいうのって、ああいうのって何年ぐらいに更新した方がいいんだろうね。ね、本当はね、あの、なんかイメージが変わった瞬間にやるのが一番いいんですけど ね、なんかできなかったらしいんだよね。なるほどね、いろいろあるのね、事情が。そっか、まあじゃあ俺、撮ってほしい時言って、俺撮ってやるからパシャって。あ、本当にお願い。あと撮ったらついでに、あの、本当についでに、あの、この写真絶対いいんで使ってってうちの事務所に言ってね。わかりました。お任せください。俺がパシャッと撮ってこちらでっつって。本当にお願いね。じゃあ10年後は楽しみですね。はいはい、ということで撮れ高たっぷり第1部これで終了。よかったです。浜ちゃんありがとうございました。いや、こちらこそ。ということで、じゃあまだ来週も浜ちゃんの分はあるんですけど、はい、これで一旦は終わりということで、今日は一緒に See you next time と言ってください。 See you next time、はい、いいですか。 OK、 準備は。それではせーので、 See you next time。 浜ちゃんでした。浜ちゃんでした。チャンネル登録してね、今すぐに。よろしくね、よろしくね、よろしくねー。